回ということで、今日は軽い内容をですねやりたいなと思いましてですね、12月年の瀬ということでありますから、ちょっともうあんまり時間がないんですが、12月決算銘柄をちょっと優待をね中心に見ていきたいなということでありまして、優待ある銘柄、12月決算銘柄、いろいろ、大きいところとか、なんですか、JT とかキヤノンとかですね、いろいろ上げちゃいるんですが、その辺の大所の12月決算銘柄どうなるかっていうところの話とですよ、優待を、のある銘柄をざっと見ていこうじゃないかということで、この時期はやっぱり、個人投資家の方にとってはですね、ボーナスが出たりとかですね、なんだかんだでありましてですね、まあ、それなりにお金があって、なんか株買いたいなみたいな時期なんじゃないかなっていうような感じを、まあ、肌で感じているわけですよ。まあ、なんかいいのないって言われて、で、上がりそうな銘柄とかをお伝えしても、ピンとこないですよね、残念ながら。この辺がいいんじゃないのみたいな話をして、ふーんみたいな感じになっちゃって、やっぱり普段そのマーケットに接してない方はにとっては優待とか配当利回りがいい銘柄が、どうやらいいらしいということを改めて実感しましたんでですね、優待ある銘柄176だか7だかあるんですけど、一気に見ていこうじゃないかと。まあ中身までちょっと全部は見れないんですが、この辺があるよとっていうのをですね、最低購入金額とともに見ていこうじゃないかという企画であります。では、はい、ということでですね、注目の12月決算銘柄ということになっております。12月の決算銘柄ですね、中身入っていきますけど、全部で423銘柄あるようです。で、大所を時価総額大きいところを中心にこんなところがありますというところで、まあ、時価総額大きいところと、まあ、注目したいところとか、馴染みのあるところとかを中心に挙げております。一番大きいのが JT です。で、まあ、キヤノン、ブリヂストン、まあ、今期タイヤの値上げをしてどうなるかというところですね。あと、花王、そうですね、花王、まあ、何期でしたっけ?20何期、30何期でしたっけ連続増配。というところですから、まあ配当、かといって別に配当利回りが高いっていうわけじゃないんですよね。別に 1. 何パーセントだったと思いましたが、連続増配だから配当利回りが高いということではなく、まあ、ずっと利益を上げつ、増益を続けてこられた中での増配っていう面があるわけですよね。ということでありまして。で、あと、中外製薬、大塚、ビール各社、結構ありますね。アサヒ、キリン、サントリーの食品部門、ですね。あと、クボタ、とか、資生堂とかね、ポーラとか、その辺が出てくると。あと、ユニチャーム、マクドナルド、マクダーナルドがですね、出てきますね。あと、デンガラとか、アサヒガス、あとは、半導体、エレクトロニクスそんなにないんですけど、キャノンに入れましたけど、サムコが出てまいります。どうなんでしょうか。はい。ということでありまして、ざっとですね、優待あり銘柄、見ていこうじゃありませんか。はい。ということで、ドン。見にくうございますが、もう画面キャプチャーとかしていただいて、まあ、スクリーニングかければ、出てくるんじゃないかと思うんですけどね。物語コーポレーションが一番上で、こんな高くなってるんですね。1万700円。多分食事の優待券、優待食事券ですかね、この辺が。コシヒカリですね。ちょっとキログラムまでちょっと出てないんでわかんないですけど、はい。あ、2.5 キロか。100株で、お米 2.5 キロ、もしくは2500円相当のお食事券だそうです。まあ、あと300、600、900株と増えていきます。はい。ということですね。権利確定年2回ですね。これ6月末と12月末ありますんで、やりましたね。はい。ということです。
あと、東急レクリエーションですね。東急レクリエーション。あ、なんかポイントがつくらしいです。はい。映画とか、東急シネマズみたいなの使えるんですかね。インベスターズクラウドはありますよ。だからこれはもう、この辺はやっぱりその物語構文もそうですけど、株の値上がりも狙いつつ、優待も楽しみつつ。インベスターズクラウドはクオカードですかね。ですね。100株で3000円分のクオカード。まあまあいいんじゃないですか、そう考えるとね。はい。4番はちょっと私はさっぱり知りませんけど、なんて読むんですかね、これ、そもそもね。知らないです。危篤診療ですかね。ちょっとジャスダックの銘柄ですが、ということで、あと、ミルボン、いいじゃないですか。ミルボンは、なんか、シャンプーとかトリートメントとかもらえるらしいですよ。という形で、バッと 見ていきます。ずっと、さすがに全部は見切れないので、北海道コカ・コーラ、まあ、なんか、ジュースくれるんでしょうね。こういうパターンの、証券会社とか金融の優待は結構なんだかんだいいっていう私の経験則もあったんですが、お母さんは別に大したことなかったですね。口座管理料が無料になるっていう、もう全然大したことないやつでした。カタログギフトだったりとかするパターンがあるんで、証券会社のくせに個人投資家のこの何ですか、需要全然分かってないですね。RS テクノロジークオカードもらえますよ。100株で3000円です。マブチ。朝日どうでしょうかね。朝日は自社オリジナル製品やグループ会社製品など複数の選択肢の中から1つ選択。100株で1000円相当だそうですよ。はい。アース製薬はあれですかね。殺虫剤が送られてくるんですかね。あ、多分そうですね。6月、12月、両方権利確定あります。100株以上で2000相当の、同社製品ということです。資生堂ですよね、やっぱり気になるのはね、女性の方。まあ、このチャンネル、女性の方が全然見ないんで、あんまりここでやる意味があるのかどうか分かりませんが、まあ、男性用化粧品とかもね、やっぱり、これから。男性用化粧品を、まあいいや。1000株以上で、自社グループ製品のいくつかの選択肢の中からお好みの製品を選択ということですね。1000株以上なんで500万。それは無理だ。無理だとか言っちゃあれですけど、優待狙いみたいな人がさすがに500万ポンと出すとは思えないですよね。で、絶好調ペッパー。ペッパーも割引券、優待券でしょうね。お食事券500枚かける、あ、じゃあ500円かける6枚をワンセットとして、半期ごと300株でワンセットですね。となります。半期ごとに、権利確定があります。マクドナルド見ましょうか。マクドナルドですね。半年に1回ですね。1冊に、優待食事券、1冊にバーガー類、サイドメニュー、飲み物、3種類の商品の無料引換券が1冊になったシート6枚ですね。が、100株で1冊、300株で3冊、500株で5冊ということで、ジャンキーな方はですね、ぜひという形でしょうか。もう非常に株価好調ということでありますからね。あとはですね、大塚とかどうでしょう。100株以上で3000相当の自社グループ製品ということで、カロリーメイトとかですね、あれですよ、オルナミン C、オルナミン C、あ、ソイジョイかなんかですかね、ソイジョイと、ポカリスエットと、ボンカレー。ボンカレー、やっぱりね、私はね、ボンカレー最強説ってのはあると思うんですよね。なんだかんだボンカレーが一番うまいっていう。はい。東京都競馬とか気になりません？大井競馬場株主優待賞、大井競馬場株主優待席賞。だから仕事帰りにね、パッと大井競馬場に行く。で、飯食いながら競馬見るみたいなね。これからね、
あれ東京、東、あれ何でしたっけ、東京大商店ですか、ちょっと忘れちゃいましたけど、だからありますからね。あとサマーランドの、サマーランドの招待券とかファ、ありますんで、夏はプールだぜという方はですね、ぜひ、まずサマーランドまた刺されちゃうかもしれないですから、ちょっと気をつけなきゃいけないですよ皆さんね。だからね、はい。あと、健康志向に乗っかったカゴメですね。カゴメ、これ半年1回ですね。100株以上で1000円相当、1000株以上で3000相当の自社製品ということです。コカ・コーラ・ポトラズ・ジャペアンですね。株主優待ポイント。で、ポイント制になっていて、で、カタログから選べるというような形だそうです。アイス好きの方は、BR31 アイスクリームですね。優待券で3年に1回、100株以上で1000円相当。で、500株以上で1500円相当とか、うんぬんです。アイス好きな方は、ぜひ。で、女性の方も一つ出てきました。ポーラ・オルビス。このポイント制ですね。で、ポイントに応じて、お好きな商品をという形になります。100株から今年、単位変更してだったか併合したんだか忘れましたけど、100株からもらえるようになったっていう話だったと思ったんで、まあぜひ、もうものすごい貯めればもうあのリンクルショットをもらえるかもしれませんので、ぜひで、ね、最近小じわがみたいな方はですね、ぜひ、リンクルショットの方も、あとは JT ありますね、 JT 日本タバコ産業、これは半年1回ですね。100株以上で生成音の自社製品、または寄付。なんですか、カップラーメンとかあるんですか、あれですね。テーブルマークの商品とかもあるのかもしれないですね。はい。ということです。ヤマハツとかちょっと気になりますね。ヤマハ発動機が、ポイントで、カタログだったり、そうですね、自社ポイント制で、自社およびグループ会社所在地の名産品復興支援商品か、ジュビロ磐田の J リーグ観戦ペアチケット、もしくはラグビーの観戦チケットか、自社関連施設利用割引券、なんかいろいろあるんですよね、ヤマハの施設がね。あんまり私はモータースポーツに明るくないのでわかんないですけど、だったりカレンダー、 6月末、ああもう希望者だけか、6月末に持ってると1000株以上で翌年のカレンダーがもらえるらしいですけど、6月にそれがもう決まってしまうっていうですね、なんとも言えない気持ちになりますね。次のページ行きましょう。藤田観光ですかね、気になるのは株主優待券です。宿泊、レストラン、レジャー施設、共通割引券ですね。宿泊が 50% 割引、結構大きいですね、割引 50% は、飲食は 20% 割引、あでも、宿泊は割引上限2万円ですね。で、飲食の方は 割引条件上限1万円と、入場が 50% 割引とか、そんなのなってるようです。はい、結構いいかもしれないですね、これ、あの、使う方は。うん、札幌。1から3のいずれか1つって書いてありますが、ビールの詰め合わせセット 350ml 缶、ビール好き、お好きな方、札幌、やっぱ黒ラベルだろうっていう方はですね、こちらですかね。もしくは商品、飲料の詰め合わせセットか、社会貢献活動への寄付ということですね。100株以上で4本ビールですね、か、もしくは1000円相当の食品飲料詰め合わせみたいな形です。で、あといろいろ増えていきます。ブロンコビリーですね、優待券です。もしくはコシヒカリということで、100株以上だと2000円分の優待券ですね。で、コシヒカリは200株以上からになってます。ブロンコビリー行かれる方は、さあ、ちょっとここのところ苦戦ですか、アマゾンビジネスによるちょっとこうね、アマゾンエフェクトの脅威がありますが、モノタロウ、
100株以上で自社プライベートブランド商品を株式継続保有期間に応じ以下の金額相当分増というところで、半年以上持っていると3000円、3年以上で5000円、5年以上で7000円とですね。どうします？なんか電動工具とか、チェーンソーとか、買われたらどうしますか？ナットとかだったらどうしましょうか？指にはめて、結婚指輪だよみたいなことやりますか？怒られますね、きっとね。こんな感じですから。ロイヤルホールディングスとかいいんじゃないですか。ロイホですね。100株以上で優待券500円を、半期ごとに1枚。500株で10枚。500株で5枚にならずに、もしくはなんか、株数増えても、その、例えば株数5倍増やしても、なんか、優待券3倍ぐらいだったりするパターン多いじゃないですか。これ500株で10枚になりますからね。結構いいかもしれない。1000株で24枚になりますから。そういう意味では優しいかもしれないですね。ロイホとか、まあ、今、値上げで話題のてんやとかですか。あ、シズラーもそうなんですね。シズラーのあの、チーズトーストみたいなやつはめっちゃうまいですよね。あれ何なんですかね。あと、リッチモンドホテルで使えるそうですので。はい。気になるところは、六甲バターバターもらえますかね。1000株以上で3000円相当の自社製品だそうです。1000株ですか、290万です。ちょっとな。キリン、さあキリンは100株以上で、まあ同じような感じです。さっきの札幌と、いずれのこの次から次のいずれかから選択で、一番絞り詰め合わせセット4本か、清涼飲料の詰め合わせ合計7本か、キリンシティお食事券ありますね、キリンシティね。はい。のお食事券か、サッカー日本代表の応援グッズ、マフラータオルだそうです。か、寄付だそうです。1000株以上になるとワインとかも入ってきますよ。ぜひ。はい。富士屋、どうですか？富士屋ペコちゃん。100株で3000円相当の自社製品か、喫茶か料理の優待券。まあ、お近くにある方って感じですね。富士屋レストランとか一回行ってみたいんですけど、行く機会ないですね。スキー、スノボ好きな方はアルペンですね。100株で2000円相当の、何ですか、優待券。アルペン、ゴルフ5、スポーツデポ、ミフトで使えるやつ。もしくはフィットネスクラブですね。か、スキー場。ウィングヒルズ。何ですか、これ。白鳥リゾート。知らないです。か、ゴルフ場か、ゴルフ練習場だそうです。はい。がもらえるそうですよ。アルペン。あとは何でしょうね。あ、山崎製パン。1000株ですね。きついですね。1000株で3000相当の自社製品詰め合わせ。ちょっと大きいですね。100株で欲しいところですよね。だから、お前の株価は上がらんのだと言ってやりたいところですが。竹本陽希。100株以上で自社が企画、開発、製造したオリジナルボトルに封入した地元浅草のお菓子ということで。こういうのいいですね。あ、これ気になる。富士フードシステム。ここあるわ。自社 PB 商品。コシヒカリ。コシヒカリ別に今更って感じですけど、100株以上で3000相当の、優待食事券。あれですよ。なんとか食堂。あるじゃないですか。その土地の、その場所の名前取ったなんとか食堂。っていうやつですね。次、ここまで、ちょっとこれだけ見ました。ライオン、100株以上で新製品ご紹介するといいですね。新製品ってのはまたいいですね。やっぱりこれもう、ご機嫌ようなき今ですね。もう、ライオンの製品を手に入れる、ただで手に入れるにはですね、もう優待しかないと。
次いきましょう。あ、結構まだありますね。ちょっと、バンバン行かないとダメですね、これ。あ、スカイラークありますね。スカイラーク。スカイ、これです。3197。スカイラークが、半年に1回ですね。で、100株以上で3000円です。スカイラークガスト。ジョナさん。何ですか。あと、バーミヤン。夢庵なんちゃらみたいなやつですね。とか、お近くにある方、よく行く方は、ぜひ。という感じですね。ホットランド、どこありますか。ホットランド。あの、銀だこですね。もしくは銀のあん。クロワッサンたい焼き。その辺。100株以上で半年ごとに1500円。の優待券です。ね、もっと買えば。まあでも、一緒か。一緒です。100株で1500円ですね。銀だこ好きな方は、あの、てりたまめっちゃ好きなんですよね。はい。あ、今話題のソルクシーズ。コシヒカリ200株以上で2キロもらえるそうですよ。はい。あ、この最低購入価格とか株価は、2017年12月、20日の終わりの現在です。あとですね、どこ行きましたか。カヤック。あ、これの乗ってないですね。ジョイフルが。ああ、そっか。わかりました。謎は解けました。ジョイフルは、福岡証券取引所しかないんで、ここに入ってきてないんですけど、ジョイフルもあります。9942です。お近くにある方は別に、福岡地盤ですけど、九州地盤ですけど、私の実家の近くにとかにもあったら、普通に東京の外れの方にもあったんで、金沢にもあったんで、安いですよね。もう安い。安く、長くいられるっていう。私は好きでした。100株以上でお食事券 15% 割引を5枚ということでありますので。最低投資金額13万1100円ですね。あとですね。何もですかね。楽天とか気になりますか？あ、もう次のページか。あ、第一パンだけ見ましょう。ポケモンパン。第一野生パン。100株以上でグループ会社の商品詰め合わせ。ということでありました。はい。次いきますね。あ、無駄に長くなってしまいました。楽天が、100株以上で、なんかいろいろあってわけわかんないです。楽天市場、200円クーポン4枚。楽天トラベルの国内資格クーポン2000円相当。あと楽天コボでの対象期間中の電子書籍購入に対し、通常の3倍の楽天スーパーポイントを付与。あと抽選で株主様限定楽天イーグルズグッズをプレゼント。あとイーグルス主催の、観戦チケットを優待価格でご提供。あと抽選でヴィッセル神戸グッズをプレゼント。あとヴィッセル神戸のチケットを優待価格で提供。あとね、あれですね、FC バルセロナのスポンサーになりましたので、そのグッズをプレゼントと、あと何ですか、ゴールデンステートウォリアーズグッズをプレゼント。これ何だか知らないです、私は。あと楽天証券口座で、なんかポイントだとか、マーケットスピード利用料1年間無料とか、なんとかいろいろあります。はい。ですね。あとは、きっちり。100株以上、きっちり昔よく行きました。100株以上で優待券3000円分ですね。を1枚ということです。こんなもんですか。クックパッドとかなんですかね。クックパッド100株以上で、なんか無料になるやつですね。プレミアムサービスを。有料会員向けのが無料で登録できるということですかね。アンジェスとかあるんですね。あれだ。アンジェスどこ行きました？これか。アンジェス。
100株以上で5000円相当の商品購入優待券。どうやって買えるんですかね、これは。アンジェス、ヘルスケアサイエンスの企画開発化化粧品等の商品と、サンルイインターナショナル、リジェンティス、森下仁丹等の商品の購入に利用か。どこで使えるんですかね。あと、リビエージュ化粧品シリーズの商品 50% 割引購入券を100株で1枚。あと、ラオックスですね。ちょっと最近影が薄いですが、ラオックスが、ポイント制になってて、ポイントに応じて、株主優待商品ウェブサイトに掲載した商品と交換かと。まあ、カタログギフト的なことですね。こんなもんですかね。バカバカ株動かす方は株ドットコム証券とか手数料安くなるっていうのもあったりするので、この辺もいいのかもしれないですね。たびたび話題に出る佐渡汽船とかありますからね。多分安くなるんでしょうね。カーフェリーが、無料で乗れるっていうことなんですかね、これは。とかが。もらえたりする。100株以上ですね。100株以上。ちょっとなかなか佐渡汽船500株以上。500株買うかどうかっていうのは、なんとも言えませんね。ね。はい。ということでありました。ざっと見てまいりました。はい。ということでありまして。何だったんでしょうね、今回は。はい。このコラムはちょっと今書いてるんですけど、なかなか時間が取れないって話なんですけどね。ちょっと、またコラムの方は、書き、アップされましたら、お伝えいたしますので。はい。はい、ご質問、ご要望、執筆講師のご依頼、行政書士としてのご依頼、FP としてのご依頼、こちらまでお待ちしております。まあ、何でも結構、いきなり電話いただく方とかもいらっしゃいますし、全然結構なんですけど、どこからでも結構ですので、いただければなと思います。はい、ということで、優待をざっと見ていくというですね、なんとも中身の薄い内容になりましたが、まあ、12月、やっぱり、ね、資金的にも買いやすいんじゃないかなと思いますので、で、まあ、なるべく、我々に馴染みの深いところを中心に紹介していったつもりですんで、いろいろ、12月だから、いつぐらい ?3 月ぐらいにもらえるんですかね。楽しみにしていただけるといいのかなと思ったり、思わなかったりしております。はい。はい。ということで、12月決算。まあちょっと、決算出たら出たで、またいろいろ見ていくと思いますし、3万円動画の方で、3万円からの投資生活の方でもういろいろ、決算見ながら株価を追っていく形になると思いますんで、まあ今回は優待を中心にという内容でやらせていただきました。ということで、ストックステーション第68回以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。